で今回為替介入してあのドルを売って円を買ったその手に入れた円が9兆円ぐらいありますから、この4兆円と9兆円合わせて13兆円あればインフレ手当一律10万給付は全員にできますので、あの主要政党が軒並みですねあの比例票を減らしている中で、あの法案提出権がある政党の中で全国比例の票を去年の衆議院選挙に比べて増やしたのうちだけなので、一方で国がね特別会計でうわうわでお金持ってるのにそれを使わないで増税ですっていうのは私は間違ってると思うので、そういうことを明日具体的に総理にも提案したいなと。で皆さんもね、例えば外貨預金考えてもらったらいいと思うんですよ。例えば1ドルが100円だった時に1万ドルあのその時の外貨を買ってどっか銀行に預けてたら100万円ですよね。それがその1万ドルの外貨預金が1ドル150円になったんで、円建てでいうと 1.5 倍に増えてるだけなんですよ。だからその増えた50万円を使って何かやったらいいんじゃないの。それ国ではですね 1.3 兆ドルなんで、まあ150兆円ぐらいが円建てでいうと190兆円ぐらいに40兆円ぐらい増えてるので、それはいろいろ使ってまさに円安で困ってる人に、円安でうわうわになってる国がちょっとそれを財源使ってやったらいいし、そして今回為替介入してあのドルを売って円を買ったその手に入れた円が9兆円ぐらいありますから、で、まあ、4.7 兆円の予備費、まあ、予備費なんで何か起こった時のためにということなんですが、まあ、額が多いので、まあ、ある程度その使途をですねあの予算審議の中で限定しておいた方が財政民主主義の観点からもいいだろうということで、この4兆円と9兆円合わせて13兆円あればインフレ手当一律10万給付は全員にできますので、歳出歳入両面にわたったですね組み替えをぜひ出したいのと、ただあの外為特会からお金をくれるときにはですね、あの1年間に1回あの当初予算のために入れるときにはあの特別な法律いらないんですけども、かつての湾岸戦争や東日本大震災の時のように年度の途中で外為特会から一般会計にくれるときは1本法律がいるので、その法律を合わせて提案をしてですね、まあ、ぜひインフレ手当をやろうということを明日具体的に総理にも提案したいなと。今4社に1社はですね、もう民間企業が社員に独自にインフレ手当を配ろうとしてるんですけど、円安とか物価高で困ってる企業ほど配れないんですよ。だからそれはもうむしろ国がやってですね、浮いたお金で来年春の賃上げに回してもらいたい。やっぱ給料が上がる経済を実現するためにもですね、まあ各会社が負担しているコストはですね下げる、一部は国が面倒を見てあげることができればね、それをぜひ賃上げに回していけるということに、まあ、賃上げ原資にもですねつながっていきますので、まあ、ぜひこのインフレ手当、国が主導するインフレ手当実現に向けてですね具体的な提案していきたいと思います。これからまあ今日も新聞出てましたけど、まあ、5年間でね、何十兆円か防衛費増やさなきゃいけないっていうのであれば、そこから持ってきたら増税しなくて済むので、あのもちろんねあのものすごく長期的には安定財源必要だと思いますが、まあ、5年ぐらいのスパンだったら外為特会の今回の運用益評価益使えば増税しなくてもいけるので、まずはそういうところからちゃんと使って、それでも足りなければ国民にお願いするって順番にしないと、一方で国がね特別会計でうわうわでお金持ってるのにそれを使わないで増税ですっていうのは私は間違ってると思うので、そういうことを明日しっかり言おうかなと思います。ていうかね、財務省もできないできないと言いながら最後困るんであの使うんですよ。でこれねあの、まあ、あのちょっと細かいこと言いませんけど、毎年 2,3 兆円財務省は外為特会から繰り入れてるんですよ。だからあなたたちがやってることを今回は円安なんでもっと大規模にやったらどうですかって提案だけなんで、あの一番外為特会からお金を使ってるのは財務省ですから。うん、まあ、あのアメリカとかイギリスでもですね、あのこういう同じような特会持ってますけど、大体日本の10分の1です。で変動化相場制になったら基本的にはマーケットで決まるので、介入のための予算をたくさん持ってる必要はもう変動化相場制の下ではないので、まあ日本円で200兆も持ってるです。まあ私はどんなに多くても100兆円あれば十分なので、その何十兆はむしろ当面のこの少子高齢化や防衛費のあの強化のための財源として十分使えると思いますし、使うべきだと思いますね。国内経済に全く影響を与えない、寄与しない形で国がたくさんのお金を持っている必要は全くないです。やはりですね、あの、まあ、いろんな分析を我々もしてますけれども、
全国の比例票はですね、昨年の衆議院選挙に比べて57万票増えています。主要政党が軒並みですね、比例票を減らしている中で、法案提出権がある政党の中で全国比例の票を去年の衆議院選挙に比べて増やしたのうちだけなので、着実にですね、その認知度また支持も増えてきているところはあります。ただやっぱり課題はですね、地方での足腰が弱いということですので、今後国政を見据えた党勢拡大のためにもですね、まずはこの地方の足腰を強くしていくと、我々の仲間の自治体議員の数を増やすということがですね、党勢拡大、全国的な党勢拡大の上でも極めて重要だと思ってますので、我々としては来年春の統一選挙を最優先課題として取り組んでいきたいと思います。我々はもともとですね、政策本位で政策実現のために協力できるところは与野党を超えて協力しようということを決めてますので、我々のやり方に近づいてきてるんじゃないですか。政策ごとに一致するところはやっていく、例えば今回の統一教会、両者で一致してってことなんですけど、我々はもっとですね、法案だと被害者救済にならないし、憲法の規定や他の法体系の中で現実的ではないので、我々はまた独自に我々の考え方をまとめたものをですね、自民党公明党に提示をして、その3党の中で議論したものがベースになって今の政策が作られてますから、我々は国民のために役立つ法律を実現する、その内容によってですね、与野党を超えて連携していくということにしてますから、我々も例えば文書交通費の見直しに関しては、立憲民主党、維新と国民民主党の3党で出しましたけど、一致するのは一緒にやる、一致しないものは独自にやる、あるいは一致するところとやるということなので、この方針を我々は貫いていきたいと思います。あくまで政策本位です。なんていうかな、政策をそっちのけでどこと組んだら選挙に有利だってやってきて政治不信が高まったと思うんです。それを乗り越えてやっぱり政策本位の政党を作った方がいいんじゃないかって始めたのが今の新しい国民民主党ですから、もちろん一定のですね、私は協力関係があってもいいと思いますけども、やっぱり我々政策にこだわって踏ん張った政党ですから、選挙のためだけに何か協力するっていうことはですね、我々は取らないので、あくまで政策が合致したらですね、その範囲の中でいろんな協力をしていくということは貫いていきたいと思います。あと、これ全国的な傾向なんですけれども、今日も大学生とか、10代、20代、30代若い人もですね、我々の主張に耳を傾けてくれているのは非常に特徴的だと思います。で、その逆から言えばですね、やっぱ奨学金の負担とか、あるいは奨学金借りて、借りたけども、ちゃんとそれを返せる、ちゃんとした給料を払ってくれる職員つけるのかどうかと、これはね、本当にもう全国で聞く悩みなので、そういったところにしっかり答えていく、国政、府政、そして市政、さまざまなレベルでですね、ぜひ実現していきたい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうぞ。